箱入り息子です。本日はですね、第3回かな、第3回抜き打ちチェックです。というわけで今回は冬服編です。さすがにね、外に出るということでちゃんとした服装で着てると思うので、抜き打ちでチェックをしていきたいと思います。で、今みんな学園にいるんで1人ずつ呼んで紹介していきます。本当はロングコート、身長がね高いんで、あ、すいません、身長が高いんでロングコートが着れるので、ロングコートを着て若干タートルネックめのお洋服、中の色味が地味なんでコートをちょっと派手な色にして、そんな地味にならない感じのコーデを組んでます。じゃあ行くなに。おはようございます。はい、おはようございます。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 ちょっと今からあの YouTube の方撮影していきたいと思うんですけど、この感じでの撮影といえばね、わかるかなと思うんですけど、ちょっと待って、ダサいね、ちょっと待って。はい、抜き打ちコーデチェックでーす。冬服編です、今日は。というわけで、じゃあ俺が1人ずつ呼んでくる。ちょっと、じゃあコーデのポイントを。はい、まずね、このチュンニット、冬なんでやっぱり横にね、チャックがついてて、そこをポイントで、この色の、なんていうんだろう、コートじゃないんだけど、このこれ、可愛いでしょ、これ誰に言われるか、これ可愛いんでしょ。白の上に赤着てる感じが、うん、キスマイのスノードームの約束の衣装みたいで、すごい個人的に気に入っております。はい、っていう感じ。はい、可もなく不可もなくみたいな、面白みがないリメートだなと思いますね。変則的ですよ、これ。変則的ではないよ、ね、形とか。だから可もなく不可もなくなんで、50点で。おお。あ、じゃあもう大丈夫です。ありがとうございます。本当はね、あのグッチのニットをかぶりたかったんだけどはい、というわけでポイント、ポイント、うん、今日もしっかりね、パッチを履いております。寒いのこれ防寒対策で、ちゃんと下もヒートテック着て、すごいヒートテックおじさんです、僕。あったかいのだけはね、大事だから。まだ助けられたのが、まだこのコートかな。このコートなかったらちょっと悲惨だった。冬じゃない、結構ニットも着ちゃって、なんか港っぽいね、緑を意識されてるかなっていう感じの。ポケットもでかくて、あの海外も入りますけど、あれよな、一応低めの人ってさ、ロングコートをちょっと着にくいみたいな傾向があるけど、まあ、着こなせてる。そこをちょっとロングコートで締めるという強さ、意志の強さ。でも可愛い、このトレンチコートみたいな感じで。これ貼り物なんですけど。だよね、薄いなと思ったの今、触ってびっくりしたもんじゃない。ちなみに貼り物ですか、これ。上からパッと見、なんか見たらクリスマスツリーかなっていう感じの今日はコーディネートかなと思いますね。クリスマスを意識してるということなので、70点差し上げたいと思います。これ95点だったっけ。70点です、今回は。あの春物、あ、春物、あ、ポイント。基本的に黒が好きなんですけど、オールブラックだとなんか重いじゃないですか。だからゆっくりニット、ハイネック、あったかいやつを着たんですけど、ちょっと今日はね、気温が寒くて、あ、アメリカ冬は乗り切れないなと思いました。パンツがフレアパンツなんですけど、まあ身長が悪いんでじゃねえ、低いんでフレアパンツでちょっとスタイルを良くなって、ヒールでおしゃれに行くっていう。やっぱ遼河はあのおしゃれ、本当にこういうちょっとそのワンポイント違うような靴を着たりだったり、中がね、ガラガラしてるのにうるさくないという。世代フレアパンツの買いてるフレアパンツはもうね、すごいおしゃれよ、これは。でも本当におしゃれだなと思うので、95点。本当に95点です。ポイント、教えてください。これ自分で買った服が1個もなくて、そうなの、これはミラトにもらって、これはネオヤクに買ってもらって、うん、で、これは衣装、あで、衣装、あーね、なるほど。自分で買ってないです。どうも。え、じゃあ本当だったら別にこれはワイシャツはないって感じ。ないです。あ、一回なしでいいですか、ちょっとなるほど、なるほど、なるほど。サツキとね、地色のコート着てて、でも中が黒っていう、すごいシンプルなんですけど、もう点数は決まってます。彼は100点です。自分の顔に合ってる服をね、着れるっていうのは本当に大切なことだと思うので、ぴったしです。ありがとうございます。100点です。甘いぞババアがいる今日なのに。あ、最後どうぞ。
あ、回っていただいて。ゲストも回っちゃった。ゲストも回っちゃった。本当、お勧めしていただいて。オープニングセレモニーのニット。うん。あとシャツ出すっていう。なるほど。終わりです。言いたいことがあるなら早く言ってほしい。このね、ニット、すごい、かわいい。え？可愛いんだけど、ちょっとカメラ近づいてきてもらっていいですか？この襟元見てもらっていいですか？この襟元ですね、ファンデーションがこびりついております。はい、すみません、ありがとうございます。これ、下が衣装で、キヨちゃんと一緒、衣装。え、上着は？上着も上着っす。え、上着は？今日それで着てた。上着は着てないっす、今日。え？着てないっす。待って、怖い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 。今日バッグ何？バッグ？リュック？ちょっと一回背負ってみてほしい。こうです。今日はこうです。ただ、小汚ねえリュック。はい、一回なんか成長したよね。前回さ、若干の成長が見られたのにさ、また落ちたよね。これこのニットは可愛い、まあ、靴も若干なんかおしゃれって。おしゃれでしょ、はい、なんて言うんですか。ニットが可愛いから55。55なかった。サッチャに勝った。あれにも結構出てきてる。サッチャ来てるじゃん。え、嘘でしょ。あ、一回並んできて。絶対俺の方が。一回並んで。僕の方が上でしょ。一回脱いでみたらこれ。ああ。ちょっとこれ。違うよ。学校の先生やよ。かれよ。どういう意識ですか。あ、でもいい。